パ。アネアセヨヒヨンです。今回はですね、私が実年齢よりも若く見られるために普段気をつけてることや習慣だったりおすすめアイテムたちをご紹介したいと思います。30歳になってからやっぱスキンケアとかその肌管理に関してはより頑張りたいなっていうところがあるんですけど、つべこべ言わずに始めますか。それではスタート。はい、ということで私が今年30歳になるんですけど、とっても嬉しいことに30歳ですよって言ったら実際の年齢よりも若く見えるって言ってくれる方が、多かったりするんですけど、私も何もせずにこういう感じになってるわけではなくて、やっぱ日々努力しているので、何をしているのか、どんなアイテムを使ってるのかっていうのを一つずつみんなに共有できたらいいなって思います。やっぱり30年生きてきて日々のケアっていうのが本当に大切だなって身に染みて感じていて、今回は多分みんながすぐに取り入れられるようなことたちばっかりなので、参考にしていただけると嬉しいです。で、私の肌質は混合肌になると思うんですけど、この T ゾーンとかはやっぱりテカっちゃうんですけど、こういうほっぺのところとかは全然そういうテカリとか気にならなくて、私が肌診断をしていただいたことがあるんですけど、その時に乾燥肌って言われたんですね。自分的にはその乾燥肌っていうのはあんまり感じなくって、でも乾燥肌って言われたことがあるので、結構保湿とかは頑張るようにしてるかなって感じです。で、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけど、まず、おすすめのアイテムたち、私が日頃から使っているアイテムたちをご紹介したいと思います。1つ目、こちらです。こちらが F ボーテ HT アイクリーム、目元用美容液になります。で、まずアイクリームなんですけど、やっぱり若く見られるためにこの目元のケアってめちゃくちゃ大切だなって思っていて、それはなんでそういう風に思ったのかというと、これは何回か動画で説明させていただいたこともあるんですけど、花粉症で目をね、とにかくめちゃくちゃこすってしまってたんですよ。その時は若かったので目のシワとか何も考えずにかきまくっていたら、この涙袋の目頭のところにもう本当にシワが信じられないぐらいというか、もうしょぼしょぼになってしまって、パッと鏡を見た時にめちゃくちゃ老けて見えたんですね。目のシワがないのってすごく大切なんだなって思って、そっから結構アイクリームというか目元のケアをしっかりするようになりました。で、これテクスチャーはちょっとピンクがかってる色なんですけど、伸ばしてみると重くなくて伸びはいいんですけど、結構しっとりしっかり保湿してくれるようなテクスチャーになってます。で、結構アイクリームって年齢を重ねてから使うものなのかなとか、若いうちは大丈夫でしょうっていう感じが、私も実際にあったんですけど、やっぱ若いうちから使った方がいいみたいで、これはさっと塗るだけで涙袋になんか張りと明るさを与えてくれて、その涙袋をぷっくり見せてくれるので、涙袋がぷっくり見えることによってクマとかくすみもカバーできる感じなので、そこも結構おすすめというか好きだなって思う部分です。私思うんですけど、やっぱ目元がしっかり保湿されてないとラメとかを塗った時に結構パサパサになっちゃうというか、そのメイクの仕上がりが結構汚く見えちゃうところがあるんですね。でもこのアイクリームを塗ることによって保湿もしっかりされるので、メイクのりも良くなるっていうところもすごい推しポイントで、成分的にはナイアシンアミドとヒアルロン酸とレチノールが入ってる感じなんですけど、使うたびに目元のハリツヤ透明感がもうアップしてくれるっていう感じです。で、レチノールは2種類配合されてるみたいなんですけど、正規成分、なんか肌を整えてくれる感じで、レチノールって聞くと刺激が強いんじゃないって思う方もいるかもしれないんですけど、このアイクリームに入ってるのは毎日のデイリーケアで使えるように低濃度配合になっているので、そこら辺も安心して使えるのかなって思います。で、もうほんと使うたびに目元が潤って、すっぴんでも可愛いふっくらした涙袋にしてくれるので、これはもう最近愛用し始めたアイテムです。見た目も可愛いしね、クリームもなんかピンクで可愛いし。で、こちらがメガ割時に購入していただくと、実質販売価格のなんと最大 50% オフの2970円でゲットできるみたいなので、ぜひ気になった方はもうメガ割の時に絶対に買ってください。続きまして、こちらオルビス U ジェルモイスチャーライザーです。で、これはジェルクリームになるんですけど、こんな感じ結構使ってる
アイテムになっていて、でやっぱり実年齢よりも生き生きして見えるとか若くして見えるってどれだけ潤ってるかっていうのが大切だと思うので、保湿ケアを私はめちゃくちゃ頑張ってます。でそんな中でこのオルビス U のジェルクリームはエイジングケアもできるアイテムになっていて、テクスチャーはこんな感じで、結構ジェルクリームなので軽やかで使いやすいっていうところも私の推しポイントではあります。たっぷり塗っても重たい感じはないし、でもしっかり保湿してくれるので暑くなってくる季節にも使いやすいんじゃないかなって思います。でこのアイテムに関しては無香料無着色アルコールフリーとか結構そういう面でも使えるなって思う。これはハリを与えてくれる成分も入っているので若々しくというかパーンと張った肌に見せたい方にもおすすめです。やっぱりなんかいくら成分がいいって言っても肌に塗った時に違和感を感じたり重たいなとかそういうのを感じるのって続かないと思うんだけど、これは本当に使いやすいのでそういった意味でもストレスフリーで使えるなって思って、ファーストエイジングをしたい方とかにもおすすめなのでとっても好きなアイテムです。続けましてこちらがドクター K の ABCG リペアセラムで、これはレジノール誘導体が入っている美容液になるんですけど、こんな感じでスッと馴染んでくれるテクスチャーで重たさが全くないのでとっても使いやすい。でこれは角質を柔らかくしてもうつるんとしたむき卵みたいな肌にしてくれるっていうアイテムで、肌に角質が溜まってゴワゴワしちゃったりちょっと硬い感じになってしまうと、その分くすみとかも出てくると思うし若さとは少し遠のいちゃうのかなって思うんですけど、でもこれは角質を優しくオフしてくれてつるっとした肌にしてくれるので私はよく使ってるアイテムです。でこれ朝も使えるんですけど、朝使うときは日焼け止めと一緒に使うのをおすすめします。で今回アイテムたちはちょっと厳選させていただいて3つ紹介したんですけど、その他に頑張っていることも紹介したいと思います。まずはやっぱりこちら、お水をたくさん飲むことです。やっぱお水たくさん飲もう、お水1日2リットル飲むといいよっていうのをあの美容系のお話でよく聞くと思うんですけど、私もお水をたくさん飲めるように努力してるんですけど、ぶっちゃけ毎日2リットル飲んでるかって言われるとそうでもなくって、やっぱ意識しないと結構飲まないんですね私。なんでこの水を飲むことがいかに大切なのかって思ったのかというと、やっぱり赤ちゃんの肌ってめちゃくちゃ潤ってるしケアをしてるわけじゃないのにもちもちじゃないですか。それって体の中がほぼ水でできてるっていう感じで、どんどん年齢を重ねることによって体の中の水分量が減っていっちゃうらしいので、減ることによって乾燥してきたりお花みたいに水あげないとやっぱしぼんじゃうので、あそういう原理なんだと思って、体の中の水分量を高くしてあげることが本当に大切なんだなと思って、そこから努力して意識してお水を飲むようになりました。最近はこの温泉水っていうのを飲んでいます。これを1日だいたいまあ 3,4 本飲めるように頑張ってます。続きまして、耳の周りをほぐすことです。マスクつけてるとここに重力がかかってるじゃないですか。だけどこういう風にマスクのこうやって引っ張られてることによって顔がねどん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 下がっちゃうみたいなので、私はそのジムの先生にその話を聞いて、そうやって落ちてしまうことを防ぐためにこの耳の周りのケアってすごい大切らしくって、私はこういうのを使ってこうやってほぐすことで顔の落ちる感じを阻止するように頑張ってます。これがねめちゃくちゃ痛いの、この耳の周りってめっちゃ痛くて、夜かその朝のスキンケアの時にやることが多いんですけど、耳の周りもほぐすようにしてます。これプラザで買ったんですけど、これすっごくおすすめ。シンプルなアイテムだけどすごくこの耳の周りがほぐれる感じがして気持ちいいです。次、続けまして頭のケアです。頭をほぐすことも私は結構意識してやってることです。頭のケアに使ってるものはこの小田切ヒロさんがよく紹介しているカッサになるんだけど、私はこのようにもうひたすらグリグリするだけで、こうすると頭痛いんですけど終わった時にスカーッとするの。ずっとやってるとなんか痛さよりも気持ちよさが勝ってくるので、それは結構好きで、どこをこういう風にゴリゴリするのかというと頭全体なんだけど、特にやっぱこの耳の周りの骨
の部分を引き上げることによって顔が上がるらしいんですよ。ここを引き上げることによって糸リフトと同じ効果があるみたいで、そのやり方がとにかくここをこうやってほぐして上に上げるっていうことだったので頑張って引き上げてます。暇さえあればやってるっていう感じかな。続きまして、おすすめのコスメになるんですけど、おすすめのコスメはハイライトです。好きなものを2つ持ってきました。こちらがシリーのシマリンググローデュオ01番で、こっちがジェニーハウスのジュエルフィットハイライターグローシャインの色です。メイクをするにあたって若々しく見せる方法とかファンデーションの塗り方とかもいろいろあると思うんですけど、私的にハイライトをちゃんと塗ることによって顔の凹凸ができてちょっとハリも与えてちょっと若々しく見えるんじゃないかなって思っていて、ハイライトはパウダーだったりスティックタイプだったりこういうクリームタイプとかいろいろあると思うんですけど、私的に肌にしっかり馴染んでくれるものがいいなって思ってます。それはなぜかというと、こうやって塗った時にこの肌にツヤがあるっていう感じにしてくれる、仕上がりの見え方もなんか濡れ感とかパールっぽいのとかじゃなくて、本当にナチュラルなアイテムを選ぶことによってよりナチュラルに自分の肌がなんか若々しく見えるのかなって思っていて、私はこの2つのハイライトがとっても好きです。で、こっちも肌色なのでもう肌なじめが本当にいいんですけど、自分の肌がみずみずしいっていう感じの見せ方をしてくれるので、特に私はこの2つが好きです。次、続きまして、やっぱり生涯しっかり気をつけたいって思うことが日焼け止め対策です。まあ日頃日傘をさすとか、まあ毎日日焼け止めをしっかり塗るとか、ちょっと日焼けしちゃった時のアフターケアとかもろもろ本当に大切だと思うんですけど、いつまででも若々しくいるためには必要不可欠なことだと思います。そこでおすすめなのがこちら、これはソーラーディサンスクリーンっていう日焼け止めクリームなんですけど、これはオーストラリアのブランドのアイテムになるんですけど、ビタミン D の生成を妨げず日焼け止めをしてくれるアイテムになります。これ SPF50+PA4+ で日焼け止め効果も高いし、赤ちゃんとか子供でも使えるアイテムなんですよね。これはビタミン D をしっかり生成しながら紫外線とかはカットしてくれるっていうものなので、本当にいいアイテムだなって思います。使うときはしっかり振ってから日を浴びる20分前ぐらいから塗った方がいいみたいです。すごくこれも伸びが良くて使いやすいアイテムですね。はい、って感じで今回は私が普段気をつけている若々しくいるための方法だったりアイテムたちをご紹介させていただいたんですけど、いかがでしたか？やっぱり30になってやっぱ若く見られるとすごく嬉しい部分があって、なんかそう言ってくれることによってなんかもっともっと頑張ろうっていう気持ちになってるんですけど、皆さんもねこの方法まあよかったら試していただけると嬉しいです。で、今回紹介させていただいた F ボーテのアイテム詳細はいつも通り概要欄に書いておくので、そちらをチェックしてみてくださいって感じで、この動画が楽しかったり、また私のお肌についてのいろいろ知りたいなと思ってくれた方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンニョーン。